ここからの景色ずいぶん変わりましたね。どっか遊び行こうよ。本当お仕事楽しそうだよね。きっかけをくれたのは春口さんだ。私もしてますよ、片思い。じゃあ仲間だ。ニコちゃんにもまだ望みはあるような気がするな。どこでもいいです。山でも海でも会社の廊下でも。結局無人化するんだね。うちらはいらんって言われたとやろ。諦めたくないです。じゃあやりゃえ。間違っていました。どれだけの説得力がある君に。受付の城第8話6月13日。